こんにちは。今日の講義は書籍。自分に語りかける時も敬語で、機嫌よく日々を送るための哲学です。皆さん、この本をご存知でしょうか？人気プロダクトデザイナーとして知られる秋田美智代さんが初めて表した書籍で、多くの読者の心を捉えています。今日はこの本の内容を深く掘り下げながら、私たちの日常生活にどのように活かせるかを考えていきたいと思います。まず、タイトルに注目してみましょう。自分に語りかける時も敬語でという言葉には、深い意味が込められています。私たちは普段、他人に対して敬語を使うことはありますが、自分自身に対してはどうでしょうか？多くの場合、自分に対しては乱暴な言葉遣いをしてしまいがちです。もっとしっかりしろ、なんてダメなんだ、といった具合に。しかし、著者は自分自身に対しても丁寧な言葉遣いをすることの重要性を説いています。これは単なる言葉遣いの問題ではなく、自己尊重の姿勢を表しているのです。自分自身を大切に扱うことで、心の安定が得られ、結果として周囲の人々とも良好な関係を築くことができるという考え方です。この考え方は、心理学の分野でも注目されています。セルフコンパッション、つまり自己への思いやりが、メンタルヘルスに良い影響を与えるという研究結果が数多く報告されています。自分に対して優しく接することで、ストレスへの耐性が高まり、幸福感が増すのです。著者の秋田さんは、この本の中で自身の経験も交えながら、日常生活の中でどのように自分に敬語で語りかけるかを具体的に示しています。例えば、朝起きた時に、おはようございます。今日も一日頑張りましょう、と自分に語りかけることから始めるのです。これは一見些細なことに思えるかもしれませんが、1日の始まりにポジティブな気持ちを持つことができ、その後の行動にも良い影響を与えます。また、失敗した時の自分への声かけも重要です。多くの人は失敗すると自分を責めがちですが、著者は、お疲れ様でした。次はうまくいきますよ、といった具合に、自分を励ます言葉をかけることを提案しています。これにより、失敗から学ぶ姿勢が身につき、次の挑戦への意欲も湧いてくるのです。この本の魅力の一つは、著者の優しい語り口にあります。読者に寄り添うように、丁寧に考え方を説明していきます。それでいて、単なる自己啓発本にとどまらない深い洞察が随所に見られるのです。例えば、世間知らずという言葉について著者は興味深い考察を展開しています。一般的に世間知らずは否定的な意味で使われますが、著者はこれを肯定的に捉え直します。世間のしがらみや常識に縛られない自由な発想ができる状態として、世間知らずを評価するのです。これは、イノベーションを起こすためには既存の枠組みにとらわれない思考が必要だという、ビジネスの世界でも重要視される考え方と通じるものがあります。また、職場での人間関係についても深い洞察が示されています。著者は、能力の高さと優しさは両立すべきものだと主張します。ともすれば、仕事ができる人は厳しいというイメージがありますが、本当の意味で優秀な人は、周囲への配慮も忘れない人だというのです。これは、近年注目されている、エモーショナルインテリジェンスの概念とも重なります。感情的知性が高い人ほど、職場でのパフォーマンスが高いという研究結果も出ているのです。本書の構成も非常に興味深いものになっています。各章は短いエッセイ形式で書かれており、読者は自分のペースで少しずつ読み進めることができます。これは、忙しい現代人の生活リズムに合わせた構成と言えるでしょう。各章のタイトルも印象的で、例えば、自分の価値は自分で決める、完璧を目指さないといった言葉が並びます。これらは一見シンプルな言葉ですが、日々の生活の中で実践するとなると、なかなか難しいものです。著者は、これらの言葉の意味を丁寧に解説しながら、どのように実践していけばいいのかを具体的に示しています。例えば、自分の価値は自分で決めるという章では、他人の評価に振り回されず、自分自身の基準で自己評価することの重要性が説かれています。これは、ソーシャルメディアが発達し、常に他人の目を意識せざるを得ない現代社会において、特に重要なメッセージと言えるでしょう。完璧を目指さないという章では、完璧主義がもたらす弊害について触れられています。完璧を求めるあまり、行動に移せなくなってしまうケースや、
些細なミスを過度に気にして自信を失ってしまうケースなど、完璧主義が引き起こす問題点が指摘されています。その上で良い加減を目指すことの大切さが説かれているのです。これらの考え方は心理学の分野でも研究されています。例えばアルバート・エリスの論理情動行動療法では、非合理的な信念、例えば常に完璧でなければならないという考えが心理的な問題を引き起こすと考えられています。本書の内容はこうした心理学の知見とも合致しており、科学的な裏付けがあると言えるでしょう。本書の特徴的な点として、哲学という言葉がサブタイトルに含まれていることが挙げられます。一般的に哲学というと難解で日常生活とは縁遠いものというイメージがありますが、本書では日常の中にある哲学的な問いかけに焦点を当てています。例えば幸せとは何か、自分らしく生きるとはどういうことかといった問いです。著者はこれらの問いに対して明確な答えを示すのではなく、読者自身が考えるきっかけを提供しています。これは古代ギリシャの哲学者ソクラテスの対話法を思わせるアプローチです。ソクラテスは相手に問いかけることで相手自身の中にある答えを引き出そうとしました。本書も同様に読者に問いかけ考えさせることで読者自身の中にある答えを見つけ出すよう促しているのです。本書のもう一つの特徴は、機嫌よく日々を送ることに焦点を当てている点です。ここで言う機嫌よくとは、単に楽しく過ごすということではありません。むしろ、困難な状況に直面しても、それを前向きに捉え、乗り越えていく姿勢を指しています。著者は、日々の小さな出来事に感謝する習慣の重要性を説いています。例えば、朝起きた時に、今日も目覚めることができてよかったと思うことから始まり、通勤中に見かけた美しい景色に心を止めること、仕事で小さな成功を収めた時に自分を褒めることなど、日常のあらゆる場面で感謝の気持ちを持つことを提案しています。これはポジティブ心理学の分野で研究されている感謝の実践と呼ばれる手法と通じるものがあります。感謝の気持ちを意識的に持つことで幸福感が高まり、ストレス耐性が向上するという研究結果が報告されているのです。本書ではこうした科学的な知見を難しい専門用語を使わずに分かりやすく説明しています。これにより読者は自然と心理学や哲学の知識を身につけることができるのです。また本書では人間関係についても多くのページが割かれています。著者は良好な人間関係を築くためには、まず自分自身との関係を良好にすることが重要だと説きます。自分を大切にし、自分に優しく接することができれば、おのずと他人にも優しく接することができるというのです。これは心理学でいう自己愛の健全な形と言えるでしょう。ここでいう自己愛とは、自己中心的になることではありません。むしろ自分自身を適切に評価し大切にすることを指します。そうすることで他者との健全な関係を築くことができるのです。本書の中で著者は職場での人間関係についても触れています。特に興味深いのは上司と部下の関係についての考察です。著者は上司は部下に対して敬意を持って接するべきだと主張します。これは一見従来の日本的な組織観とは相反するように思えるかもしれません。しかし著者の主張は現代の組織論とも合致しています。例えばサーバントリーダーシップという概念があります。これはリーダーが部下に奉仕するという考え方です。部下の成長を支援し、彼らが最大限の能力を発揮できるよう環境を整えることがリーダーの役割だというのです。著者はこうした考え方を日常の言葉遣いにまで落とし込んでいます。例えば上司が部下に仕事を依頼する際に、していただけますかという丁寧な言い方を使うことを提案しています。これにより部下は尊重されていると感じ、モチベーションが高まるというのです。このような考え方は単に職場の人間関係を円滑にするだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。従業員満足度が高い企業ほど業績が良いという研究結果も報告されているのです。本書のもう一つの特徴は、自分らしさを大切にすることの重要性を説いている点です。著者は他人と比較して自分を卑下したり、逆に優越感に浸ったりするのではなく、自分自身の独自性を認識し、それを伸ばしていくことの大切さを強調しています。
これは心理学者カール・ロジャーズが提唱した自己実現の概念と通じるものがあります。ロジャーズは人間には自己実現への傾向、つまり自分の潜在能力を最大限に発揮しようとする傾向が生まれながらにしてあると考えました。本書はこの自己実現への道筋を日常生活の中でどのように見出していけばいいのかを示唆しているのです。著者は自分らしさを見つけるためのヒントとして好きなこと、得意なこと、人に喜ばれることの3つの要素を挙げています。これらの要素が重なる部分にその人の天職があるというのです。これは生きがいの概念とも重なります。日本発祥のこの概念は近年海外でも注目を集めています。本書の魅力はこうした深い洞察を読者にとって身近な例を用いて説明している点にあります。例えば著者は自身のデザイナーとしての経験を交えながら創造的な仕事における自分らしさの重要性を説明しています。他人の作品を真似るのではなく自分独自の視点や感性を大切にすることでオリジナリティのある作品が生まれるというのです。これはビジネスの世界でも重要な視点です。多くの企業が差別化を求めていますが、それは結局のところその企業や個人のらしさを見出しそれを磨き上げていくことに他なりません。本書はこうしたビジネス的な視点も含んでおり、単なる自己啓発本を超えた奥行きを持っているのです。また本書では失敗についても興味深い考察がなされています。多くの人は失敗を恐れ新しいことに挑戦することをためらいがちです。しかし著者は失敗こそが成長の糧になると主張します。失敗した時こそ自分に対してお疲れ様でした、次はうまくいきますよと語りかけ前向きに捉えることの重要性を説いています。これは心理学でいう成長マインドセットの考え方と一致します。失敗を学びの機会と捉え、そこから新たな知見を得ることで人は成長していくのです。本書の中で著者は日々の小さな習慣の積み重ねが大きな変化をもたらすことを強調しています。例えば毎日少しずつでも本を読む習慣をつけることで知識が蓄積され新たな視点を得ることができます。また日記をつけることで自己理解が深まり自分の感情や思考のパターンに気づくことができます。これらの習慣は一見些細なことに思えるかもしれません。しかし長期的に続けることで人生に大きな影響を与える可能性があるのです。著者はこうした小さな習慣を自己投資と呼んでいます。自分自身に時間とエネルギーを投資することでより豊かな人生を送ることができるというのです。本書の最後の部分では著者は読者に対して自分なりの哲学を持つことを勧めています。ここで言う哲学とは難解な理論や概念ではありません。むしろ日々の生活の中で大切にしたい価値観や生きる上での指針のようなものを指しています。例えば常に学び続ける、他人の幸せを自分の幸せとする、今この瞬間を大切にするといった具合です。こうした自分なりの哲学を持つことで日々の選択や決断に一貫性が生まれより自分らしい人生を送ることができるというのです。本書は読者に多くの気づきと実践的なアドバイスを提供しています。しかし著者は決して押し付けがましくなりません。むしろ読者自身が考え自分なりの答えを見つけることを促しています。これは真の意味での教育のあり方を示唆しているとも言えるでしょう。結局のところこの本が伝えようとしているのは自分自身を大切にし周囲の人々とも良好な関係を築きながら自分らしい人生を送ることの大切さです。それは決して容易なことではありません。しかし日々の小さな努力の積み重ねによって少しずつ実現していくことができるのです。この本は読者に寄り添いながらそんな人生の歩み方を優しくそして力強く示してくれています。一度読んで終わりにするのではなく折に触れて読み返し自分の人生と照らし合わせながら新たな気づきを得ていく、そんな本として多くの人々の人生に寄り添い続けることでしょう。私たちは日々の忙しさに追われ自分自身と向き合う時間を持つことが難しくなっています。しかしこの本はそんな現代人に対して
立ち止まって自分自身を見つめ直す機会を提供してくれるのです。それは単なる自己啓発にとどまらず、より豊かで充実した人生を送るための道標となるでしょう。本書が提唱する自分に語りかける時も敬語でという考え方は、単なる言葉遣いの問題ではありません。それは自己尊重の姿勢であり、自分自身との良好な関係を築くための方法論なのです。そしてその姿勢が周囲の人々との関係性にも良い影響を与え、ひいては社会全体をより良いものに変えていく可能性を秘めているのです。この本は読者一人一人に自分らしい人生の歩み方を考える機会を与えてくれます。それは決して楽な道のりではないかもしれません。しかしその過程自体が私たちの人生をより豊かなものにしてくれるのです。本書はそんな人生の旅路における心強い同伴者となることでしょう。さてここまで自分に語りかける時も敬語で機嫌よく日々を送るための哲学についてお話しました。ここからはこの本の内容をさらに深く掘り下げていきたいと思います。著者の秋田道代さんが提唱する自分に敬語で語りかけるという考え方は、実は心理学の分野でも注目されているセルフトークという概念と密接に関連しています。セルフトークとは自分自身に対して行う内的な会話のことを指します。これはスポーツ心理学の分野で特に研究が進んでおり、アスリートのパフォーマンス向上に大きな影響を与えることが分かっています。例えばオリンピック金メダリストの多くが試合前や試合中に自分自身に対して肯定的な言葉をかけていることが報告されています。君ならできる、今までの練習を信じろといった具合です。これはまさに秋田さんが提唱する自分に敬語で語りかけることと同じ効果を狙ったものだと言えるでしょう。ここで興味深いのは、単に肯定的な言葉をかけるだけでなく、それを敬語で行うことの効果です。敬語を使うことで自分自身との間に適度な距離感が生まれ、客観的に自分を見つめることができるようになります。これは心理学でいうメタ認知の能力を高めることにつながります。メタ認知とは自分の思考や行動を客観的に観察し評価する能力のことです。この能力が高い人ほど自己制御がうまく、ストレス耐性も高いことが分かっています。つまり自分に敬語で語りかけることは単なる気分転換以上の効果があり、精神的な強さを育むことにつながるのです。さらにこの本では機嫌よく日々を送ることの重要性も説かれています。これはポジティブ心理学の知見とも一致します。ポジティブ心理学の第一人者であるマーティン・セリグマン博士は、幸福度の高い人には感謝の気持ち、楽観性、他者との良好な関係という共通点があることを明らかにしました。秋田さんの本ではこれらの要素を日常生活の中で実践する方法が具体的に示されています。例えば毎日3つのありがとうを見つける習慣をつけることや、困難な状況でもこれも何かの縁だと前向きに捉えることなどです。これらの実践は一見簡単そうに見えて、実は非常に奥が深いものです。なぜなら私たちの脳は進化の過程でネガティブな情報により敏感に反応するように作られているからです。これはネガティブバイアスと呼ばれる現象で、生存に関わる危険を素早く察知するために発達したものです。しかし現代社会においてはこのネガティブバイアスが逆に私たちの幸福感を損なう原因になっています。些細な失敗を課題に捉えたり、将来の不安に過剰に反応したりしてしまうのです。そこで重要になってくるのが意識的にポジティブな面に目を向ける習慣づけです。秋田さんの本はまさにこの習慣づけを支援するものだと言えるでしょう。自分に敬語で語りかけ、日々の小さな幸せに感謝する、これらの行為を繰り返すことで脳の働き方そのものを変えていくことができるのです。ここで脳科学の知見を少し紹介しましょう。私たちの脳には神経可塑性という特性があります。これは脳の神経回路が経験や学習によって変化する能力のことです。つまり特定の思考や行動を繰り返すことでそれに対応する神経回路が強化されるのです。例えばピアニストの脳を調べると、指の動きを司る部分が一般の人よりも発達していることが分かっています。これは長年のピアノ練習によって
その部分の神経回路が強化された結果です。同じことが思考のパターンにも当てはまります。ポジティブな思考を意識的に繰り返すことで、ポジティブな思考をする神経回路が強化されるのです。秋田さんの本で提案されている自分に敬語で語りかける習慣は、まさにこの神経回路の強化を促すものだと言えるでしょう。さらにこの本では、世間知らずという言葉の捉え方についても興味深い考察がなされています。一般的に世間知らずは否定的な意味で使われますが、著者はこれを肯定的に捉え直しています。これは創造性研究の分野でも注目されている固定観念からの脱却という考え方と通じるものがあります。創造性研究の第一人者であるミハイ・チクセントミハイ博士は、創造的な人物に共通する特徴として、既存の枠組みにとらわれない思考を挙げています。つまり、ある意味で世間知らずであることが新しいアイデアを生み出す源泉になるのです。秋田さんの本では、この世間知らずを積極的に活用する方法が示されています。例えば、なぜという疑問を大切にすること、当たり前だと思っていることに対して、なぜそうなのかと問いかけることで、新しい視点が生まれる可能性があるのです。これはビジネスの世界でも非常に重要な視点です。既存の常識にとらわれず、なぜを問い続けることでイノベーションが生まれるのです。例えば、アップル社の創業者であるスティーブ・ジョブズは、既存の携帯電話の常識を覆し、スマートフォンという新しい製品カテゴリーを生み出しました。これもある意味で世間知らずな発想から生まれたものだと言えるでしょう。またこの本では人間関係についても深い洞察が示されています。特に興味深いのは上司と部下の関係についての考察です。著者は、上司は部下に対して敬意を持って接するべきだと主張しています。これは近年注目されているサーバントリーダーシップという概念と通じるものがあります。サーバントリーダーシップとは、リーダーが部下に奉仕するという考え方です。従来のトップダウン型のリーダーシップとは異なり、部下の成長を支援し、彼らが最大限の能力を発揮できるよう環境を整えることがリーダーの役割だと考えます。この考え方は実は古くから存在していました。例えば、中国の古典オイゴンには、最高の指導者は人々がほとんど指導者の存在に気づかないほどであるという言葉があります。これはまさにサーバントリーダーシップの本質を言い表しているのです。秋田さんの本では、このサーバントリーダーシップの考え方を日常の言葉遣いにまで落とし込んでいます。例えば、上司が部下に仕事を依頼する際に、していただけますかという丁寧な言い方を使うことを提案しています。これにより部下は尊重されていると感じ、モチベーションが高まるというのです。この考え方は単に職場の人間関係を円滑にするだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。実際、従業員満足度が高い企業ほど業績が良いという研究結果も報告されています。さらに、この本では自分らしさを大切にすることの重要性も説かれています。これは心理学者カール・ロジャーズが提唱した自己実現の概念と通じるものがあります。ロジャーズは、人間には生まれながらにして自己実現への傾向、つまり自分の潜在能力を最大限に発揮しようとする傾向があると考えました。秋田さんの本は、この自己実現への道筋を日常生活の中でどのように見出していけばいいのかを示唆しています。例えば、好きなこと、得意なこと、人に喜ばれることの3つの要素が重なる部分に、その人の天職があるという考え方を提示しています。これは日本発祥の生きがいの概念とも重なります。生きがいは、好きなこと、得意なこと、世界が必要としていること、対価を得られることの4つの要素が重なる部分にあるとされています。この考え方は近年海外でも注目を集めており、多くの人々の人生の指針となっています。秋田さんの本の魅力は、こうした深い洞察を読者にとって身近な例を用いて説明している点にあります。例えば、著者は自身のデザイナーとしての経験を交えながら、創造的な仕事における自分らしさの重要性を説明しています。他人の作品を真似るのではなく、自分独自の視点や感性を大切にすることで、オリジナリティのある作品が生まれるというのです。これはビジネスの世界でも重要な視点です。
多くの企業が差別化を求めていますが、それは結局のところその企業や個人のらしさを見出し、それを磨き上げていくことに他なりません。またこの本では失敗についても興味深い考察がなされています。多くの人は失敗を恐れ、新しいことに挑戦することをためらいがちです。しかし著者は、失敗こそが成長の糧になると主張します。これは心理学でいう成長マインドセットの考え方と一致します。成長マインドセットとは、スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックが提唱した概念です。これは能力や才能は努力によって伸ばすことができるという信念のことを指します。成長マインドセットを持つ人は、失敗を学びの機会と捉え、そこから新たな知見を得ることで成長していきます。一方、その対極にあるのが固定マインドセットです。これは能力や才能は生まれつきのものであり、変えることはできないという信念です。固定マインドセットを持つ人は、失敗を避けようとし、新しいことに挑戦することを恐れる傾向があります。秋田さんの本はまさにこの成長マインドセットを育てるためのガイドブックとも言えるでしょう。失敗した時こそ自分に対して、お疲れ様でした、次はうまくいきますよと語りかけることで、失敗を前向きに捉え、次の挑戦への意欲を高めることができるのです。さらにこの本では、日々の小さな習慣の積み重ねが大きな変化をもたらすことを強調しています。これは行動経済学の分野で注目されているナッジ理論とも通じる考え方です。ナッジ理論とは、人々の選択の自由を残しながら、より望ましい行動をとるよう促す仕組みのことを指します。例えば、健康的な食品を目線の高さの棚に置くことで、人々の選択を自然と健康的な方向に導くといった具合です。秋田さんの本で提案されている、自分に敬語で語りかける習慣も一種のナッジと言えるでしょう。自分自身に対する態度を少し変えるだけで、思考や行動のパターンが大きく変わる可能性があるのです。またこの本では自己投資の重要性も説かれています。例えば、毎日少しずつでも本を読む習慣をつけることや、日記をつけることなどが提案されています。これらの習慣は一見些細なことに思えるかもしれません。しかし長期的に続けることで、人生に大きな影響を与える可能性があるのです。これは複利の原理とも通じる考え方です。複利とは、利息が元本に加算され、次の期間にはその合計額に対して利息がつく仕組みのことです。この原理を自己投資に当てはめると、日々の小さな努力が積み重なり、やがて大きな成果となって返してくるということになります。例えば、毎日10分間読書をする習慣をつけると、1年後には60冊以上の本を読破することができます。これは知識や視野の広がりという形で大きな見返りをもたらすでしょう。本書の最後の部分では、著者は読者に対して自分なりの哲学を持つことを勧めています。ここで言う哲学とは、難解な理論や概念ではありません。むしろ日々の生活の中で大切にしたい価値観や生きる上での指針のようなものを指しています。これは実存主義哲学者ジャン・ポール・サルトルの、実存は本質に先立つという考え方とも通じるものがあります。サルトルは、人間にはあらかじめ定められた本質はなく、自らの選択と行動によって自己を形作っていくと主張しました。つまり、私たちは日々の選択を通じて自分自身を創造しているのです。秋田さんの本は、この自己創造のプロセスをより意識的に、そして肯定的に行うための指針を提供しているとも言えるでしょう。自分に敬語で語りかけ、日々の小さな幸せに感謝し、失敗を恐れずに挑戦する、これらの行為を通じて、私たちは自分らしい人生を築いていくことができるのです。さらにこの本では、他者との関係性についても深い洞察が示されています。著者は他者を尊重し、敬意を持って接することの重要性を説いています。これはマーティン・ブーバーの我と汝の哲学とも通じる考え方です。ブーバーは、人間関係を我がそれの関係と我が汝の関係に分類しました。我がそれの関係は、相手を物のように扱う関係であり、我が汝の関係は、相手を一個の人格として尊重する関係です。秋田さんの本は、まさにこの我が
何時の関係を日常生活の中で実践する方法を示しているのです。例えば相手の話を真剣に聞くこと、相手の立場に立って考えること、相手の長所を見つけて褒めることなどが提案されています。これらの行為は単に人間関係を円滑にするだけでなく、自分自身の成長にもつながります。なぜなら他者を尊重することで自分自身も尊重されるという相互作用が生まれるからです。この考え方は社会心理学の互恵性の原理とも一致します。人は自分に親切にしてくれた人に対して同じように親切に接する傾向があるのです。つまり他者に敬意を持って接することは自分自身に対する敬意を育むことにもつながるのです。本書が提唱する自分に語りかけるときも敬語でという考え方は単なる言葉遣いの問題ではありません。それは自己尊重の姿勢であり、自分自身との良好な関係を築くための方法論なのです。そしてその姿勢が周囲の人々との関係性にも良い影響を与え、ひいては社会全体をより良いものに変えていく可能性を秘めているのです。この本は読者一人一人に自分らしい人生の歩み方を考える機会を与えてくれます。それは決して楽な道のりではないかもしれません。しかしその過程自体が私たちの人生をより豊かなものにしてくれるのです。日々の小さな習慣の積み重ねがやがて大きな変化をもたらす。自分自身を尊重し他者を敬う姿勢がより良い人間関係と社会を作り出す。そして失敗を恐れず常に学び続ける態度が個人の成長と社会の発展につながる。これらのメッセージは現代社会を生きる私たちにとって非常に重要な指針となるでしょう。秋田さんの本はこれらの深遠な哲学的概念や心理学的知見を日常生活に即した形で分かりやすく解説しています。それは読者に新たな気づきを与え、人生の質を向上させるための実践的なガイドとなっているのです。以上、本日の講義では自分に語りかける時も敬語で機嫌よく日々を送るための哲学を通じて日常生活における自己対話の重要性と、それが私たちの心理状態や人間関係にもたらす影響について深く掘り下げてまいりました。この書籍が提唱する考え方は現代社会において非常に重要な意味を持っています。私たちは日々様々なストレスや課題に直面しています。そんな中で自分自身との対話の質を高めることは精神的な健康を維持し、より充実した人生を送るための鍵となりうるのです。特に興味深いのはこの本が提案する敬語で自分に語りかけるという方法です。これは一見するとキーに感じるかもしれません。しかしこの行為には深い心理学的意義があります。敬語を使うことで自分自身との間に適度な距離感が生まれ、より客観的に自己を観察することができるようになるのです。この自己観察の能力は心理学ではメタ認知と呼ばれ、精神的な強さや柔軟性を育む上で非常に重要だとされています。日常的に自分自身を敬う言葉で語りかけることでこの能力を自然と高めることができるのです。またこの本が説く機嫌よく日々を送るという考え方も単なる楽観主義とは一線を画しています。これは困難な状況に直面してもそれを前向きに捉え、そこから学びを得ようとする姿勢を指しています。この考え方はレジリエンス、精神的回復力の概念とも深く関連しています。レジリエンスとは逆境や困難から立ち直る力のことを指します。心理学の研究によるとレジリエンスの高い人はストレスフルな状況に直面してもそれを乗り越え、さらには成長の機会として活用することができるとされています。本書で提案されている日々の実践はまさにこのレジリエンスを高めるためのトレーニングとも言えるでしょう。さらにこの本では世間知らずという言葉の捉え方についても新しい視点を提供しています。一般的に否定的な意味で使われるこの言葉を著者は創造性の源泉として肯定的に捉え直しています。これは創造性研究の分野でも注目されている固定観念からの脱却という考え方と通じるものがあります。実際イノベーションの歴史を紐解いてみると、既存の常識や慣習にとらわれない世間知らずな発想が
画期的な発明や発見をもたらしてきた例は数多くあります。例えばナイト兄弟の飛行機やアレクサンダー・フレミングのペニシリンの発見なども、ある意味で世間知らずな発想から生まれたものだと言えるでしょう。この本が提唱する考え方は、個人の成長だけでなく組織や社会の発展にも大きな示唆を与えています。例えば上司と部下の関係についての考察は、近年注目されているサーバントリーダーシップの概念と通じるものがあります。従来の上下関係にとらわれず、互いを尊重し合う関係性を築くことで組織全体の生産性や創造性が向上する可能性があるのです。これは単に職場の人間関係を円滑にするだけでなく、組織の競争力を高めることにもつながります。またこの本で強調されている自分らしさを大切にするという考え方は、現代社会において特に重要な意味を持っています。グローバル化やデジタル化が進む中で、個人の独自性や創造性がますます重要になってきているからです。自分らしさを見出し、それを磨いていくプロセスは、心理学者エリック・エリクソンが提唱したアイデンティティ形成の理論とも深く関連しています。エリクソンは、人生の各段階で直面する課題を乗り越えることで、健全なアイデンティティが形成されると考えました。本書は、このアイデンティティ形成のプロセスを日常生活の中で実践する方法を提示しているとも言えるでしょう。さらにこの本では失敗に対する捉え方についても新しい視点を提供しています。失敗を恐れるのではなく、それを学びの機会として捉える姿勢は成長マインドセットの考え方と一致します。この考え方は教育心理学の分野でも注目されており、学習者の動機づけや学習成果に大きな影響を与えることが分かっています。本書の魅力は、これらの深遠な概念や理論を日常生活に即した形で分かりやすく解説している点にあります。難解な専門用語を使わずに、誰もが実践できる具体的な方法を提示しているのです。例えば毎朝今日を見ながら自分に、今日も一日頑張りましょうと語りかけることや、失敗した時にお疲れ様でした、次はうまくいきますよと自分を励ますことなど、すぐに始められる実践的なアドバイスが満載です。これらの小さな習慣の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらすのです。本書が提唱する考え方は、単に個人の幸福度を高めるだけでなく、社会全体をより良いものに変えていく可能性を秘めています。自己を尊重し、他者を敬う姿勢は、より良い人間関係と社会を作り出す基盤となるからです。今回の講義を通じて、皆さんには自分に語りかける時も敬語でという考え方の奥深さと、その実践が持つ可能性について理解を深めていただけたのではないでしょうか。この本の教えを日常生活に取り入れることで、皆さん一人一人がより充実した機嫌の良い日々を送れるようになることを願っています。そしてここで学んだことをぜひ周りの人々にも伝えてください。一人一人の小さな変化がやがて社会全体を変える大きな力となるのです。皆さんの今後の人生がより豊かで実りあるものになることを心から期待しています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は、健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは、結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、この点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので、
長期的な健康維持にも効果的です。ナイザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ナイザップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。